お夕飯どうしよう。ひき肉あったな。重郎の好物だし、ハンバーグ焼いちゃおう。三浦君、こんなところで何してるの？もしかして誰か待ってるの？夏野さんを訪ねてきたのですが、めぐみさんはご存知ありませんか？南さんなら部活だと思う。陸上部の部室はあっち。見てこようか？いえ、大丈夫です。そうだ、今晩の夕飯だけど、この間好評だったハンバーグにするつもり。あの大きな肉団子ですか？重郎も好物だし。だからあんまり遅くならないで。ハンバーグなる肉団子、あれほどうまいものを食べたことがない。いかん、食い物に惑わされている場合ではないぞ。あら、三浦君。めぐみさん。また南さん、物質はわかる？はい。そうだ、重郎見なかった？いえ。そう、もう帰ったのかな。今日の夕ご飯何がいいかしらね。ハンバーグはどうでしょう？また？いや、自分は何でも。そうだな、ここのところお肉ばかりだったから、重郎にお魚食べさせたいかな。買い物あるから行くわね。貴様はいつ来た？こっちにどうやって来たんだ？あっちはあれからどうなった？待ってください、そんな一度には。腹減ってないか？俺のねぐらへ来い。焼きそばパンを食わせてやるぞ。いえ、大丈夫です。今はクラベのお孫さんのお世話になってます。そうか、だが焼きそばパンは一度食うべきだ。この時代で一番うまい食い物だぞ。高利さんはハンバーグというものをご存知ですか？ハンバーグ？おそらくこの世で最もうまいものです。そんなわけがあるか。勝てた。